ドリキンさんの布教をするマネージャー。はい、乾杯。マネージャーお疲れ様です。はい、二次会解散。帰ります。東京駅到着。今からホテルに帰ります。東京駅まではトワさんと一緒です。はじめまして。お疲れ様です。またお願いします。はい、東京駅出てきました。結構こう綺麗にライトアップされてますね。映ってるかな、ちゃんと。出るとこでもちょっと間違えたな。こっからまだ結構歩かなきゃいけないな。相変わらず東京駅よく分かりません。はい、ホテル到着。はい、こんな感じのホテルです。それでは皆さんお疲れ様でした。バッテリーは十分持ったけど、昨日撮影しすぎて SD カードが容量いっぱいで日の出のタイムラプス撮れなかった。はい、それでは今日はもうね、 GH4 が入ってる SD カードが満タンになって、これ以上撮れなくなってしまったので、基本的には GoPro Hero 6で撮っていこうと思います。それではチェックアウトします。相変わらずすごいなこれ。チェックアウト終わったのでやります。はい、東京ミダックス、東京ミタスっていうところ、お土産屋さんで、母ちゃんが東京バナナを買ってこいっていうので探そうと思うんだけど、東京バナナってここにあるのか。あ、あった。はい、今日も駅弁屋祭りで、いつも通り帰りの昼飯を買って帰りたいと思います。結構買ったね。母ちゃんからもね、買ってきてって言われてたので、母ちゃんの昼飯の分と、あとお土産でね、東京バナナ、これも母ちゃんのリクエストだったので買ってきました。それでは今から新幹線乗りたいんだけど、どっちだ。それでは帰ります。これから乗る予定の新幹線、今清掃中ですね。電車の中で食べる分はチキン南蛮弁当。はい、こんな感じと言ってもあれだな、まだ出ないな。いただきます。チキン南蛮、冷たいのもあってやっぱちょっと硬いな。あったかいもの食べたかったな。今日は富士山綺麗に見えるな。この角度いいな。すげえいい感じ。名古屋に到着しました。今から地下鉄に乗り換えて自宅の方に、というかこのまま仕事ですからね、仕事、まあ、自宅も会社も近いので自宅に一旦戻ろうと思います。帰ったら昼かな。
家へ帰ってきました。おかえり。それでね、母ちゃんが買ってこいと言ったお弁当がこのね、エビ千両ちらしと、平泉のウニご飯。食いしん坊やね。で、僕はこの海鮮タラバガニ丼いいな弁当かが1個だけです。なんかいいね。それじゃあいただきます。いただきます。はい、思ったより量がない。だよね、こういうのって手と変わんない。手でか弁当だからこんなもんなのかな。こんなもんだな。それじゃあいただきます。ウニも取ってみて。ウニも、はい、ウニもそんな変わんないね、サイズ的にね。女子みたい、女子弁当だ、ね、まあね、千両チラシが、千両チラシがどうだ。じゃんじゃんじゃん、パカ、はい、あ、分かんないよなんかね、これね、卵焼きの下にいろいろ隠してあって、お楽しみにというメッセージがあったんで、いいね、食べてかなきゃ分かんないです。大きさはこれが一番大きいね、うん。なんかこいつの、どっちの箸？おい、よくわからないな。あ、これね、あの、ウニちゃん、ウニちゃん。ウニの方についてた箸が、なんか伸びるんだって。ね、エコスティックって書いてあったよ。あ、じゃ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 ん、初めて見たね。シャキーン。お、すごい、伸びた。あ、すごい。プラスチック？ここプラスチックで、こっち木だね。へぇ、面白いね。でね、こいつはね、ウニ結構うまい。よかった、うん、こいつはね、まだちょっとイクラの部分しか食べてないけど、ご飯も酢飯になっててちゃんと。あららら、美味しいよ。いいね、うん。